株式会社オノデンは東京、秋葉原に店を構える家電量販店。オノデンライフストアオノデンは1941年に創業、会社としては1951年6月30日に設立された。営業している店舗は秋葉原にある本館の一店舗のみである。本館裏にある建物は以前はパソコンを中心に扱う別館として 本館とは別店舗だったが、本館と直接行き来できるようにされた現在では、本館の一部になっている。かつて、商品橋付近に照明など、インテリア雑貨を扱う、新館があったが、本館、別館の店舗機能の強化に伴い統合され、2007年5月31日を、もって閉店した。建物は取り壊され、跡地は長らく駐車場となったが、2017年現在、 周囲の土地とともに、住友不動産が、オフィスビル、商業施設を建設中である。代表取締役社長の小野和氏は、秋葉原電気街振興会の会長でもある。旧社名は株式会社尾野電業者。親切な電気屋を社生としている。経験と知識の豊富なベテランを中心に、正社員が従業員のほとんどを占めており、多量販店に見られるようなアルバイトやパート、 メーカー派遣の売り場担当員はほとんど使っていない。高度成長期以降、家電の普及とともに、多くの秋葉原の家電量販店が多店舗、多角化を進めた中、小野田は秋葉原のみ家電一筋の堅実経営だったこともあり、多くの家電量販店が経営不振で秋葉原から消えていった現在でも、古くからの家電量販店の風情そのままに変わらず、営業している。 小野田本館4階には、東芝明かりスタジオが設けられるなど、照明器具が充実していたが、2014年3月31日をもって閉館となった。本館4階には2020年11月28日より、ジーストア秋葉が移転開業している。創業者の小野に助は、現在の秋田県百合本城市出身。電気いろいろ。 秋葉原小野伝というキャッチフレーズで長らく関東ローカルで富士テレビを中心に CM を流していた歌唱担当はの恋の子。店頭の看板や CM でおなじみのイメージキャラクターは小野伝坊やという名前で声は小桜悦子が担当している。また小桜がたまま二等兵駅でレギュラー出演しているアニメケロロ軍曹の第134話では オノでんぼのパロディとして、でんでん星人オノが登場した。長らく、2D アニメ調の CM だったが、2000年代には3、DCG アニメのオノでんぼがダンスする CM が制作され、この時から、オノでんぼのデザインもリニューアルされた。なお、この CM のダンスの振り付けは、パパイア鈴木が担当した。2021年4月から6月にかけて、 創立70周年記念新 CM を放映予定。コマーシャルソングはのこいの子が歌っており、コンピレーション CD のエレクトリックパークとのこいの子大全に収録されているほか、店頭でも流されている。この CM ソングは1980年代頃から使用されており、時期によって歌詞が複数ある。 創業者の小野に助は昭和20年代から場所として競争場を走らせていた。主な所有場に1954年のセントライト記念を制したホマレオ1955年の中山大障害を制した島行き、1968年のダイヤモンドステークスを制した小野電王などがいる。このこともあってか、小野電は長らくテレビ東京の 土曜競馬中継のスポンサーとして番組中で CM を流していた。その他には TBK のサクサクモーニングコールのスポンサーも務めたことがある。秋田1979年4月1日発行。小野田ではこの本館ビルが日本の家電店における構層化の先駆けとしている。小野田の法人等規模を参照。ロケット昌平橋店が営業していた跡地。 秋葉原に一店舗小野電は、家電量販店の常識を絶対に真似しなかった。文春オンライン。2020年7月26日閲覧。東芝明かりスタジオ閉館のお知らせジースト秋葉は、小野電本館に移転いたします。プレオープンは11月28日、G、店舗情報イベント情報。2020年10月15日、紫、白玄六の勝負服で、 所有場の一部に、小野伝という冠名をつけていた。ありがとうございます。